ご苦労様。あ、エレナ様、何かご用命でしょうか。あなたにとても大事なことを頼みたいの。だからマリーローズ、あなたを試させてちょうだい。レディファイト。この子、すごいですね。この力が悪用されないよう保護します。お願い、できるわね。わかりました、お任せください。いいのよ、お通しして。それで何の御用かしら。あのプラントはどうなった。爆発した後、全て破壊したわ。もちろん表向きは事故ということにしてね。待て、こいつを。リグよ、プラントで施設長を任せていたの。あなた彼と会ったの。いや、こいつは今どこにいる。おそらくニューヨークよ。バースと一緒にいるはずだわ。そうか、邪魔をしたな。リグ、何があったの。初めて、仕事とはいえ友達のふりなんて。あ、あの子ね、明るく話しかけないと。ごめんなさい、大丈夫ですか。大丈夫だけど、何をいきなり。はじめまして、私の名前はマリーローズ。デッドアライブの予選に出てたほのかちゃんだよね。え、うん、そうだけど。私も出てたの。よかったら一緒に練習しない。本当？よろしくね、マリーちゃん。うん。
とう。もっと強くなりたくはないか。わらわに勝ったら良いことを教えてたもうぞ。へえ、だったら教えてもらおうじゃない。レディファイト。されど少々訳ありでの、うん、そなたほどの腕ならばあるいは。私、州知事になったらもっと若者に希望を持たせたいの。それはいいな。福祉も大事よね。子供が暮らしやすいようにしなくちゃ。いや、それは大事な問題だな。スパお願いね、ザク。よし、来た。ザクレディファイト。ティナちゃん、知ってると思うけど、今の年齢じゃ知事になれないぜ。え？なんだザック、早く言ってよもう。あんたがディエゴか。ストリートファイト最強の男なんだってな。デッドアライブって知ってるか。俺はそのスカウトに来たんだ。興味ねえな。おっと、出たいと言っても簡単に出られるもんじゃないんだぜ。試してみねえとな。それで断られたんですか。ああ、なんでも母ちゃんの看病で家を離れられないんだとさ。